和田さん見つけましたね。はい、以前やったホドラーで、変なのを見つけました、うん、変な絵だよな、はい、これ何書いてあると思う？なんか景色っぽい。景色っぽいよな、はい、山だよな、はい、ってことは空だよな、はい、こんな空見たことある？ないですね、変な絵ですよね、はい、あの以前ホドラー紹介してね、昼と夜とかこう書いてある、非常に象徴主義的な絵を描いている画家 で51歳でウィーン文理派会館で大展覧会開かれて国際的名声を確立しましたよというお話しましたよね。でその時に、まあそうは言ってもスイスの画家だからね、いろいろ変なとこありますよと、まあ、変な部分またの機会にお話ししましょうっていうこと言ったと思うんだけど、まあ、変な部分の一つがこれですよ。まずはね、これに先立って夜とか昼とか絶望せるものとか選ばれし者とか、ああいう作品を見てね、ホドラーがお好きだという方にとっては非常に残念なお知らせになると思うんですけども、このホドラーっていう人はホドラーの公共事業に名作なしっていう法則があるんだよね。例のほら、いろいろ対策をパリに送ったり、いろんなところに送ったりしたけど風圧になった頃あったでしょ、ね、あの時代いろいろ悩んでて、1897年にチューリヒのスイス国立博物館の壁画のコンペがあったんだよ。でこのコンペに応募して一等取ったのね。でそれでちょうど昼でやっとパリに認められた1900年に完成したんだけども、これなんだよ。これマリニアーノの撤退って言ってさ、1515年のイタリア戦争の時にスイス軍がフランス軍に大負けして撤退する時の絵なんだけども、これ大壁画、これ壁画の下絵なんだけど、完成作もほぼこれと同じなのね。どうこの絵、前の見た夜とか昼とかの人と同じとは思えないだろう。何に見える？どういうところに書いてある、こういう絵って。なんか俺はビアホール思い出したよ。なんかビアホールの壁に銀座ライオンとかの大ホールに書いてありそうな絵だよこれ。こんな感じになるんだよ、なんだかわかんないんだけど。ちなみにね、この絵ね、この部分がね、この部分があの例の青木しげるの海の幸のあれになったんじゃないかっていう説がネットで出てたけど、多分それはありえないね。というのは海の幸が完成したって1904年だけど、ホドラーが日本に初めて紹介された1910年の白樺が最初と言われてるんだよ。だからそれよりも先に青木しげるが、ましてこのホドラーのイケてない作品の情報を得てたともちょっと思えないから、まあたまたまのような気はするけどね。こんな感じなんですよ。なんだこれっていう感じなんだけれどもね。でその後そのウィーン文理派展で1904年大好評を受けたでしょ。だからドイツからもいろいろ注文が来るようになったんですよ。で1908年にはイエナっていうところの大学があるのね、有名なイエナ大学っていうところに、そこの壁画でこのイエナの学徒出陣っていう、これは1813年のナポレオン戦争の時に学生たちがナポレオン軍と戦うために出兵していくところの絵なんだけどさ、これもなんだかなだろうこの絵も。でこれよく見るとホドラの得意な、なんだっけ、左右対称、そう左右対称パラレリズム、これ取り入れてるよな。だからパラレリズム取り入れた壁画になってるんだけど、こう言っちゃなんだけど良くないなって感じなんだよ。でさらに1913年にはハノーファーっていうドイツの町があるんだけど、そこの新しい市庁舎ができて、その会議室の壁画が頼まれるんだよな。これなんだよもう。これ今もハノーファーの市庁舎の会議室こうなってね。俺こういう絵さ、昔共産圏があった頃のチェコとか東ドイツでよく見たよ。社会主義リアリズムだよもうこれ、ほとんどこれパラレリズム入ってるけどね、パラレリズム入ってるけどさ、
まあこれがあのこう死への恐怖をうちに持って宇宙のリズムと交換しようとしてた人が描いた絵とは思えないような、こんななんだよホドラーの壁画って。でさらにこの人ほら偉くなっちゃったからさ、1908年にはスイスのお札、スイスフランのお札の図案を依頼されるんだよ。これが100フランのお札の草を刈る人っていうやつなんだけどね、これの元のなった絵これなんだね。もう草枯れねえピリ腰だしさどうなのこの絵みたいな絵なんだよ。でちなみに50フランには木を切る人木こりさんが出てくるんだけど、これなんかもう結構だからホドラの代表作ぐらいに言われてるんだけどさ、いっぱいあるんだよ。これの元絵何枚もあるんだよセルフコピーが。そのうちの1枚がこれで、なんとこれは日本にあるんだよ、大原美術館にあるんだよ。大原やっぱり早いんだよ。もうね1922年に小島虎次郎が買ってるんだよね。なんだけどどうですか、なんか上に上げすぎ。あそこですか伸びてるなそこですか。でまだこっちの方が力あふれてる、この札になってる方はもうなんか力がこんなんで木切れるのかよみたいな絵なんだよ。このようにさ、この人はさ、こと公共事業になるとさ途端にダメになるんだよね。これもしかしたらちょっと偏見かもしれないんだけどさ、この人ほら9歳の時からお父さんの看板書きとかああいうのの手伝いやってたでしょ。その感じが出ちゃうんじゃないかなっていう気がするんだよね、でかい壁画とか描くと。そんな感じでね、このホドラーの公共事業に名作なしっていうね、残念な側面があるんですよこの人。でもまたこの偉くなっちゃってからは、あの元々の得意のこの象徴主義的な絵もさ、なんかいまいちね焼き直しばっかりな感じなんだよね。これカナタからの歌ってやつだけどさ、得意のこれだよ、ね、これだってやっぱり昼の方がいいよなっていう感じだし、こう無限への眼差しもほらあのリトミックだよなんか昔の焼き直しみたいなのばっかり描いちゃってて、偉くなってどっけ抜けたなみたいな感じなんですけども、そんなねやわな人ではやっぱりないんですねこの人ほら一番最初どんな絵描いてた、暗い絵で何を描いてた、詩、うん、詩じゃないよ、あの画家としてさスタートした時に何描いてたもう忘れちゃった早いなああアルプス、そう観光客がお土産にするようなアルプスの風景が描いてたでしょ、うん、だからこの人画家としてのスタートは風景画なんだよ、うん、まあこういう割ともどっけの抜けた象徴主義的な作品を描く一方で、自らの画家としての原点の風景画に例のパラレリズムを取り入れ始めるんだよ。例えばこういう感じで、この場合はほら海に映る上下のパラレリズム、あるいはこれジュネーブ湖なんだけど、ほら左右と上下対称のパラレリズムと、変な風景画なんだよ。いやさすがにこの雲はないだろうっていう、もう完全に、まあ、創作、ある意味の創作風景画なんだけど、この一連の風景画があのセガンティーニの時にも言ったこのスイス独特の生き物のいない感じがすごいするんだよ。あの予感が半端ないんだよ、この極楽浄土感が、死者の国としてのスイスみたいな、これ涅槃だよこれもう。こんな感じなんですよ。人物の方ではどっけが抜けたように見えて こんなの描いてるんだけど、風景画の方ではどん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 おかしなことになっていって、独自のこういう風景画を描き始めるのね。でパウル・クレーの回で
やったトゥーンコ、クレーもよく描いた、このほらピラミッドみたいな形の山、こんな雲ないだろうみたいな、これがでもホドラが考える宇宙のリズムなんですよ。この三角の山もね、ホドラが描くと全然違うよ。もうこんなだもん。さすがにこの雲はないだろうみたいな。でももうこれあの世でしょ。これ完全に涅槃でしょこれ。この、まあ、友達だったセガンティーニとはまた違ったタイプの涅槃感あふれるスイスの風景画を描き始めるんだよね。こういうところ本当に怖いと思うよ。でその流れの中で出てきたのが最初に和田が見つけてきたこれなんだよ。でこれはさ、ここに描かれてる山はさ、めちゃめちゃ有名な山なんだよこれ。月影のアイガーメンヒユングフラウっていう、これもう山の好きな人だったら、俺別に山好きじゃないけど知ってるぐらい有名な3つの山なんだよスイスアルプスの。実際はこういう感じ。どれがアイガーでどれがメンヒでどれがユンククラウかって言われると困るんだけど、多分これがアイガーなんだよ。よくアイガー北壁登頂とかなんか言って険しい山だから、メンヒでユンククラウ、これをホドラーが書くと、だからまあアイガーメンヒユンククラウなんだろうな。このサングラスみたいなのなんだよみたいな、これブラックホールだよなこれ。吸い込まれるよみたいな、この世じゃないよっていうような、こんな絵をね描くんだよね。でしかもさ、これ有名な山だから相当高いんだよね、みんなね。これどっから見てんのっていう、これ天からの視点でしょこれ、宇宙からの視線だよもうみたいな、こういうねパラレリスムを導入した奇妙な風景画を描いてるんですよね。でさらに最晩年にはですね、原点は何だっけ、この人の人間としての原点は、人間としての原点、うん、画家としての原点が風景画だとしたら、人としての原点は、さっきお前、死の恐怖、うん、死ぬのが怖い、うん、もう家族兄弟全員早くに肺病で死んじゃってて、死への恐怖あったでしょ。で人生の最後にこの死への恐怖と真正面から向き合うことになるんですよ。で実はこの人やっぱりほら変な人だから、女性関係も独特でな、2回結婚してるんだけどさ、なぜか子供は奥さん以外と作るっていう主義なんだよ。なんつうの、子作りを家庭に持ち込まない主義の人なんだよ。普通逆だろうみたいな話なんだけど、この人ね34歳の時にオーギュスティーヌっていう恋人が、あの長男のエクトールっていう子を産むんですよ。前回紹介した選ばれし者で、ここ真ん中に子供がなんか動物のお墓みたいなところにいた、あの子供がそのエクトルなんだけど、その子を産むんですよ。ところがじゃあその人と結婚すればいいじゃんと思いきや、その2年後まだその子がちっちゃい頃に別の人と結婚するんですよ。それでそのまた2年後にその人と離婚しちゃうんですよ。で41歳の時にベルト・ジャックっていう人と結婚して、まあ、この人とは生涯連れ添うんですよ。なんだけど55歳の頃からバランティーヌっていう人と愛人関係になるんですね、この人ですよ。どうもなんかこの人奥さん公認の愛人だったらしくて、ホドラが60歳の時にこの人が長女をポーレットっていう女の子を産むんですよ。ホドラ60歳ですよその時、ね、ところがこの女性はその子供を産んだ時点で子宮がんが発覚して、だから命がけの出産だったんですよ。死を賭しての出産だったよね。でもうそれで助からないっていうことになって、この人はもうそのまま入院するんだけど、そこからこの人が亡くなるまでの2年間死んでいくこの人を描き続けたの。もう膨大な数の絵を描き続けたんですよ。
で、まあ、もともとこういう感じのイケてる女子だったんですけども、入院した当初も髪をほどいて、もうこの時にはもうがんが発覚してるんですよね。それでこれが2年目かな、寝たきりで起き上がれないようになってきて、でもう最後の方はもうこんな痩せちゃってなって、で結局この人は1915年の1月25日に亡くなるんですよ。でそこで書いた、ホドラが書いたのがこのバラの中のシセル・バランティーヌって亡くなった時の彼女の姿を描き上げたんですよね。でこの作品、これがですね、ホドラーが若い日にバーゼル美術館で見たホルバインの作品、これ。これはホルバインの墓の中のシセル・キリストっていう作品なんで、これなんでこんな長いかっていうと、でっかい祭壇画のこの裾の部分のパネルなんだよね。これプレデッラっていう部分なんだけど、そこに書いたやつだからこんなに長い。でもうこの墓の中でイエス様がこう亡くなってるっていう、この絵ね、確実にこれを意識してこれを描いたんだよ。でこれは墓の中のシセルキリストだろ、だからこれはバラの中のシセルバランティーヌっていうね、確実にこれを意識して描いたんですよ。だからもう晩年の2年間はホドラーはもう徹底してこの人の死と向かい合ったんですよね。不気味な風景が描きながら徹底的にこの人の死と向かい合ったんですよ。それでもうこの人亡くなっちゃった後、ホドラーももう体調崩しちゃって、もう人生しまいにかかるんですよ。この人亡くなって翌年にはもうジュネーブの美術学校の名誉教授になったり、でその次の年にはチューリッヒでね、もう606点も出す大回顧展開いて、もうこれでいいっていう感じで、で1918年にはもう歩行困難になっちゃって、で自分の窓から見えるジュネーブ湖、散々描いてきたこのジュネーブ湖描いて、描きながら、で最後はその奥さんとその愛人の忘れがたみのお嬢ちゃんに見取られて亡くなったっていう。やっぱ変わってるでしょ、ね、スイスの画家なんですよ。だからまあ国際的な名声確立してね、まあ、公共事業でいろいろ忖度仕事しながらもさ、まあ、最後までその自らの原点である風景画とそれから死と向かい合うっていうことは実はこの人続けていたんだよっていうことですね。だからホドラーはまあ公共事業に名作なしだけじゃなくて、実は意外に風景画がすごいっていうことと、まあ最後まで死と向かい合っていた画家だったっていうことを覚えておいてあげてほしいなという気がします。そんなホドラーの一生でした。